僕が選んだのは松山千春さんの大空と大地の中で。あなたの青春の1ページを飾った思い出の1曲は何ですか？この質問に多くの有名人がとっておきの1曲をリクエストしました。それは60年代のグループサウンズ歌謡曲、70年代のフォークソング、80年代のトップアイドルたちの歌声、実に幅広いジャンルの名曲ばかり。今日は名曲とともにあの日のときめきが色鮮やかによみがえります。当時の貴重な映像とスタジオではあの歌手が生ライブ、きっとあなたの思い出にも出会えるはず。ときめきの青春ヒットパレード2003。続いてのリクエスト、番組最後のリクエストとなります。こちらです。荒木一郎さんの空に星があるように。恋人もいない19歳の浪人だった僕をこの歌が励ましてくれた。誰ですかこの暗い人。誰ですか。俺だ。本邪魔家の石塚さんがコントでやる。本当これじゃあモテなかった。モテないもん。いや月の遠鏡さんがその暗い青春時代に荒木一郎さんのこの曲を聴いて、もう好きだったね。尊敬してたもん。僕は洋物の音楽しか聴いてなかったんだけど、荒木さんだけは別だった、だシンガーソングライターの走りでこんなにいい曲でいい詩を作る人がいるのかと思ってね。でももしもあったりしたら腰抜かすほど好きだって聞いたんですけど。大変だと思うよ。本当に本当に大変だって。お会いしたことないもん。すいませんけど、恋人はいつできたんですか。だいぶ後ですよ。抜け合わせですよ。なんかそんなにお好きなんですね。好きですね。実は今日荒木一郎さんに来ていただいてます。嘘、またそうやって。腰抜かさないでくださいね。さあ、荒木一郎さんです。どうぞお入りください。こちらへどうぞ。ようこそ。ありがとうございます。もう好きでね。いや、俺ダメだ。浪人中、日本放送で夜、毎晩、聞くんですよ。空にって始まるでさ、こんなにいい音楽を作る人がいるのかと思ってね。詩がとっても素敵で毎晩聴いてて、ずっと憧れ続けて、今日初めてお会いできた。初めてお会いした。だって荒木さん最近歌ってなかったもん。そうですね。いまだにやっぱり荒木さんの歌聴きたいっていう人大勢いると思うんですよね。もう今度はCD を出したんでね、いろんな方とお会いして、人がそういうふうに思ってくれてたんだなっていうのは分かってね、すごく嬉しかったですね。じゃあまた少しお歌が遠ざかっていたのが、また歌の世界にも。いや、そういうつもりは全然。歌ってくださいよ。そうなんですか。あんまり歌うの好きじゃないんですよ。目の前で歌ってくれるの。ちょっと上がっちゃった小倉さんっていうのもあんまり見たことないんですけど。一人で涙に
何もかも全ては終わってしまったけれど、何もかも周りは消えてしまったけれど、春に小雨が降るように秋に枯れ葉が散るように、それは誰にもあるような、ただの季節の変わり目の頃。うれしい。いや、浪人中苦しいことがいっぱいあってさ、こう夢持っててもうまくいかないじゃないですか。でそれが風が東にねこう吹くようにね、川が流れていくようにね、夢は消えるんだけど、それは季節の変わり目だよっていうこの歌にね、どんなに励まされたかわからない。本当にありがとうございました。あ、よかった。いや、嬉しい。でも今日どうでした、小倉さんがそういうすごく好きだったって。嬉しいですね、すごくね。なんか気に入ってくれる人がいると、歌作ったり歌う気になったりするんだけど、だから最初歌を作った時も自分で歌うとは思わなかった。近所の人に歌ってるのはいいんだけど知らない人に歌うっていうのがね、なんか苦手なんですよね。いや、今日はこの番組やってよかった。これあの3時間にわたってやったけど、こんなに興奮したことはないね。ガッツさんがさ、三田明さんの歌ね、号泣するとは思わなかったもんね。人それぞれの青春ってあるんですね。正月早々、いい涙を流させていただきました。ありがとうございます。本当に。やっぱ今日は、荒木さんの歌を聴いてる小倉さんの顔、まあ、あんな面白いの初めてです。面白い。19歳の浪人生に戻ってたんだよ、顔が。そうだろ。小倉さんがすごい可愛く見えました。うん、可愛くないことばっかり言ってる。まゆこちゃんも楽しんでくれましたか。はい、はい、もうあのやっぱり私は自分で描きたいがもう青春の全てだったので、自分がちょっと変なのかなと思ってたんですけど、小川さんの話だって結構ね、あら一緒じゃないと思ってしまったので、すごいよく分かる。私もすごくなんか今日改めてさ、やっぱり浜ちゃんと結婚して失敗したなって思っちゃった。そういうわけないじゃないですか。どんな締めくくりだった。今日はなんかまたどんどんいろんな曲が浮かんできて、ちょっとまたもう一回やりたいなって気持ちです。またやりたいですよね。まだまだ聞きたい歌もね、たくさんありますもんね。皆さんも改めて自分にとっての一曲は何だったのか考えてみるのも面白いんじゃないかなと思います。またあの機会があったらお会いしたいと思います。 それではまたの機会にごきげんよう。